始まりました。マリテチャンネル、さあやってみましょう。2024年2月2日立命館の全学部入試ですね。はい、見ていきたいと思います。英語の好評です。まあ今年は例年より難しかったと思いますよ。まあちょっとねツイッター上でバズってますけど、はい、1問目があまりにね優しかったって、文法語法問題ね。だからそれでちょっと簡単かなと勘違いさせてしまったかもしれませんが、会話問題の2つ目が難しかったのと、あとは内容1問題ですね。合ってるか間違ってるか書かれていないですね。これがやっぱりえらい難しい。会話問題に関してはボロボロだよね。もういろんな人が間違いまくってる。もうネット上でも間違いだらけで、チャット GPT も合ってなかったです。やはりそれぐらい難しいものなんだなっていうふうに思います。では、あと大問2のやつは、空所補充とか指示語の問題ね、解けるけどさ、変だよ文が。英語が間違ってるとかじゃなくてね、すごい舌足らずな文なんだよね。本物の英文見てきました。やっぱだいぶカットされてるし、だいぶ書き換えられてる。だから、情報が足りないんだよね。ここおかしくないって思うとこはいくつもあったんで、やっぱ書き換えられてました。はい、じゃあまあ文法語法いきましょう。The new smartphone can なんとか applications faster than last year's model。もちろん can っていう助動詞があるので、動詞の原型ダウンロードですね。だからネット上でもこう can っていうのが can なんじゃないかとかね、深読みが出たりとかさ、そもそもスマートフォンのモデルが変わったところでダウンロードスピードは変わんねえだろうみたいなね、そういう意見が出てました。次、Need my cat's know the dog。はい、これはドッグの方に合わせるから likes ですね。はい、S が必要です。The food I provide for them。 3番です。一応 A のは B の場合は B の方に一致させるってやつです。もちろん守ってないネイティブもいるけどね。次、The situation change I will move to Tokyo っていう風に書いてあって、これ if 選んじゃダメですね。 if the situation changes じゃないといけないじゃないですか。だから答えは should です。 should the situation change ですね。If the situation should change の if が取っ払われて should を前に出す。はい、仮定法現在ってやつですね。はい、やってますよ。ちゃんと見てます。次、 The students なんとか after class met their friends in the hall。 はい、ここには新たな動詞を入れられないですから、 met っていうのがすでにあるので、なんで答えは4番 waiting patiently ですね。はい、分子構文ですね。この主語の後ろにあるバージョン。トゥーステージだとね、待つためになっちゃうから、ね、The manager saw that the towels in the hotel room なんとか by the guests、ね、ゲストによってって来てるので、タオルは持ってかれる側ですね。 had been take が正解。はい、タオルが盗まれちゃってるっていうのが分かった。主語はタオルですから was take はダメですね。一個前の時勢だからっていうんだけど、まあ実際は過去形で言う人も多いからね。はい、次、 The couple had their bags なんとか while they were traveling。 また出ましたねこれね。はい、バッグは盗まれる、はい、stolen が正解。 have の構文形ってやつです。これもやってますちゃんとね、受け身。なんか多いね、受動体関係とか動詞の形の問題がすごく多いなと思った今回。次、 given our budget $150 なんとか too much to spend on our one night hotel stay。 はい、これは有名なやつですね。 $150 っていう S がついてるからって言って、あーにしちゃダメです。お金はそれ1個で深さです、塊なんで。はい、だから is です。はい、is too much。 次、なんとか the students who want to attend the conference should register by the end of the month ね。はい、students って書いてあるので all が正解。 all students、 each や every は each student、 every student っていう単数にならなきゃいけないですね。 almost students は絶対選んじゃいけないやつ。続いて合意問題ですね。 the weather was perfect adding to the なんとか of the dayね、はい、enjoyment、 それによって、楽しさが増したよって。何なのこのブラスとかシェリフとかヴィネガーとかさ、選択肢の意図が全く分かんないんだけど、不思議。 That was the loudest なんとか I've ever heard ですね。聞いてるものなんだから、くしゃみです、スニーズ。 Earache とか耳が痛いとか寝よとかさ、ソースパンとか全く分かんない。だからこの、あ、まあ Earache はなんとなく分かるか。選択肢がよく分かんないんだよね。なんでこんなのにするんだろう。次、 Between the companies were complicated bracelets, encyclopedias, knickers, negotiation, negotiations ですね。はい、これもわけわからない選択肢が。百科事典とかさ、何のためにこんな風に選択肢に入れてるのかがよく分かりません。次は、 In the forest, some animals rely on なんとか trees to make their homes。 まあこれは間違える人もいるかなと思ったね。はい、trees の前に来てる hollow ですね。 hollow、 穴の開いたやつです。だからこの穴の開いた trees があって、そこを巣にしてるわけじゃん、ホームにっていうやつですね。ウィッティ、基地に飛んでもしょうがないでしょ。ニューメリカル、数字の。 I was just about to なんとか the magazine rack ですね。マガジンラック、マガジンがこう並んでる、雑誌が並んでるところをブラウズですね、こう見る。はい、トイックでも出てくるよね。 Betray とか Evacuate、 スタート、驚かすとか、もう何なのこれ、選択肢がよくわからん。へぇということで謎の語彙問題でした。
え、続いて言い換え。で、discover several bird species。はい、種なんで、答えは varieties です。nest, 巣とかがあるんだ。次が the scientist had to substitute equipment parts to make the experiment work っていうので、パーツを変えるわけですから、答えは switch ですね。blend, 混ぜるとか、eliminate, 排除する。ハーネス、こうやって使う。We received some worthwhile feedback ですね。はい、価値のあるだから答えは3番 valuable ですね。で、yearn for freedom ですね。はい、これが欲しいって求めるやつですね。求めるのは hunger ですね。hunger for。そう、hunger ってほら上ですけど、それがなくてそれを求めるっていう意味もあるので、まあ厄介かな。See, the show was quite breathtaking ですね。はい、もうハッとさせるような素晴らしいみたいなやつです。だから答えは stunning ですね。驚くような、驚くべきって。だからこれはちょっとむずいかな。エンターテイニングとかサティスファクトリーとか選んじゃったらダメよ。はい、続いて、その問題の会話文でございます。はい。デンテストオフィスの方は、まあ、まだできるかなと思いますね。で、いつ最後にクリーンにしてもらったのは、いつですかって。2 years ago かなって言って。で、is that important? 重要なのって言ってるから、重要ですっていうのを言えばいいので、それに当たるのが3番。I will certainly say so ですね。はい、もう絶対そうよ。で、it's better to have them cleaned every 6 months ですから、はい、6ヶ月に1回はやった方がいいよ。半年ごとにやった方がいいよ。I'm a little too busy っていうふうに、忙しいって言ってるので、1番ですよね。that often? そんなに頻繁に？で、その後で、I have been trying to cut down on sweets ね、はい、甘いものをカットしてる、減らしてて、なんとかで、I'm glad to hear that って言ってるんで、プラスのことですね。よかったって言ってるので、9番ですね。And I don't eat anything late at night. 夜遅くには食べないよっていう。まあ、これも文脈というか、まあ、常識がないと無理だよねって思うけどね。歯磨くの忘れたとかでは言わないよね、普通ね。で、ブラッシュのやり方って言ってますね。I learned how to do that when I was 5. 5歳の時に習ったって言ってるので、ここで指してるものを選べばいいので、I'm sure you did ですね。はい。習った。learned のとこが did になってます。習ったのは、わかるんだけど、でもほら、スポーツね、ミスしてるよ。ね、だからちゃんとあら磨けてないとこあるよって言って。続いて、アットホームですね。こっちが難かったよね。これは結構できなくて悩んだ人が多かった。本当にもうネット上もバラバラ出てる答え。ちゃんとさ、小包み届くからさ、出てよってね、今シャワー浴びるんですよね、このお父さんの側が。デリバリートラック来てる。Really? Did you order another pair of shoes for the baby? I'm actually busy with her at the moment. って言って、赤ちゃんの話をこうやってやってるからさ、わかんないね。Don't worry, the baby will be fine for a few seconds. 数秒だったら大丈夫でしょ ?So I'm a bit concerned. で、心配してるんで、マイナスのものが入るんだけど、いろいろマイナスのものがあって、まあ一番ぴったりなのは、8番でしょうね。It was supposed to arrive yesterday. 昨日来るはずだったのに。って心配してる。だから10番とか選んじゃう人がさ、いたんだけどさ、それだったら赤ん坊のシューズを選ぶことになるんだけど、この後読んでいけばわかるんだけど、この人仕事で使うって言ってるから、赤ん坊のための手術の話じゃないよね。そしたら B が多分お母さんだと思うんだけどね。わかんないよ。もしかしたらお父さんお母さん逆かもしれないけど。It might be also the neighbor, neighbor かもしれない。で、その彼に会いたくない。But he already left really early this morning. もういないよ。Besides, you were much closer to the front door than I am. あんたの方がドアに近いんだから出てよって。I still have to take a shower and get dressed.、はい、シャワー浴びて服着替えなきゃ。You know, it's already 8 a.m. って言って、これで遅れるとかさ、そういうの選んじゃいけないんだよね。もう会社にいるでしょうとかね。だってこれほら、You're right, I do って書いてあるから、do の指すものがなきゃいけないんだよ。Late とかだったら、I am とかだもんね。Usually at work とかさ、それも全部合ってない。だから、do が指せるものを選ぶの。7番、That's the time you usually leave ですね。はい、leave っていうのを選べば OK。で、8っていうのもさせる。で、次は夜中にテレビ見てたでしょって言って、sorry って言ってるから、3番の I try to be quiet。で、最後に、let me check。その、I just heard someone knock on the front door ですね。ドアノックしてるの聞いたって言ってて、で、let me check って言って、but you are right, it wasn't the neighbor, neighbor じゃなかったよ。fortunately, they left a delivery notice って言ってますから、もうね、notice ですから、配達したよっていうやつを書いてるので、受け取れなかったんですよ。不在票みたいなのが届いちゃってます。なんで、答えは、It seems they've already gone ですね。はい、もういないっていうのが正解です。悲しい。いや、難しいよ。かなり厄介だと思いますね。続いて、じゃあ、長文の、まずは穴埋めしていくやつ行きましょうか。最初の問題は、これ前置詞でちょっと苦戦した人がいるかなと思って、as well as ですね。はい。これも、新規事業として、こうなんかさ、フルーツとかさ、食べ物とかが都会のね、エリアの中にもあるところをこう探せるような、そういうアプリ。で、実際それをしたい人たちもいるっていうのも知ってた。
サイザブルナンバーって言ってたよね。フードのリソースもあるし、それをハントしたい人もいるっていうのを知ってるっていうことですね。で、as well as です。あの、本当の文章ではアンドになってました。え、B は簡単ですね。For example 具体例になってましたから。次が、that can provide ですね。はい。places that can provide food for residents ですね。レジデンツに与えられる。あ、確かね、本当の方、英語の方では to になってたけどね、それを4に変えてるね、provide。わざわざ4に変えたんだって思った。だから、distribute とか sell とかさ、give っていうのがさ、to を取るっていう問題にしたかったんじゃないの？4だからプロバイドみたいな変な問題って思った。で次がデリカットイッシューですね。その私有地の方でね、私有地で取れるですね、食べ物が取れるっていうのを示すことっていうのはデリケートな問題であると。そう、不可能じゃないですからね。これできるようにわざと示してるって書いてじゃんね。でそこで取っていいかの交渉をしてもらうっつったよね。次がチャーチとか企業に自分たち加えてもらう、だから add themselves to ですね。はい、マップに乗っけてもらうってやつでした。この辺もねちょっとね文脈がねだいぶカットされてるんだよね。だからこの本当の英文と変わってる部分も結構ある。この次のその where there is food available ですね。フードが available できるところですね。ここも書き換えられてたな。で次は enjoys having a close connection to ですね。はい、そこのフードとコネクションは。で次は it should be easy for ですね。はい、これ簡単であるべきだっつってたからね。アーバンフォージャーズにとってフードを見つけるのが簡単であるべきだ。で次の指すものだよね。この問題も変だよ。なんか this knowledge gain ね、得られる knowledge っていうのはまあフードがあることとか different types of food だよね。まあ2なんだろうけどさ、で本物はもっと詳しく載ってたから、いろんなフードがあることに関して、うん、ちょっとカットされてるなと思って。で次が、this approach ですね。アプローチに関してはプライバートプロパティに載ってるものをどかさないんだよね。それも載っけるって言ってたよね。私有地のものを載せるって言ってた。で次が this idea designing places for people to collect food だったっけ。その場所をなんか労働をどうたらこうたらみたいなやつだったっけ、忘れてしまったけど確かそんなんだったと思う。で次が doing that はまあ3番の adding new information to the map しかまあしょうがないよね。これも違うんだよ本当は。その新しい機能をつけるわけじゃん。どのシーズンに取れるとかっていうのはまあある意味情報だから、まあそうかという感じ。本当は新しい機能がつく加えられることなんだ、マップに。まだある意味それを新しい機能がつくってことは新しい情報が加えられるから、うん、まあ間違いじゃないか。で次が that が using insights というか、コミュニティデベロップメントでしょうね。まあ他のなんていうか引っ掛けの選択肢があんまりうまくないからできるけど、ちょっと書き換えまくってて不自然なつながりだな文がって思うところがあったって感じ。タイム1行きますね。ちょっともう今仕事で出てきて、はい、戻ってきましたけども、まあちょうどね、ネイティブとも話せたんで、よかったかなと思うけど、やっぱり、その大門2は書き換えてる部分が変っていうことですね。やっぱ、つながりがおかしいっていう、やっぱネイティブも感覚でわかるんでしょうね。書き換えられてるところがやっぱりね、つまずくんだよね。なんでこうなるんだろうみたいな。で、会話問題に関してはやっぱり解けなかった。やっぱそれぐらい難しいんだなと思いますが、はい、ダム1いきます。最初 A が What is the primary purpose of the journey from South Africa to Brazil? ですね、元々の目的としてはコンピートするわけですか、セイラーたちが。だから2が正解ですね。ただやっぱ primary の意味がちょっとどうなのって言ってたけどね。なんかオリジナルとかだったらわかるけど、 primary って言えるって言ってたけどね。まあだって重要でしょ、そのサイエンティフィックリサーチも重要じゃんって言ってたけど。次は What is the difference between the two types of buoys ですね。はい、でこれは書いてあってましたね。1個は上でもう1個は下って書いてあったから1が正解で、で C が Connection between ですね、ファイトプランクトンとクライマットチェンジで、ファイトプランクトンっていうのがカーボンダイオクサイドを、はい、取る。アブゾーブって書いてあったよね本文ね。でエアのところはアトムスフィアだったよね。次が D で What is one reason that it has been challenging to conduct research in the Southern Ocean ですね。1個って言ってるくせにさ、2は2個じゃん。 It is difficult and expensive to go there by boat。 でもこれがおそらく正解なんでしょう。その difficult に関してはまあはっきりやったけど、 costly お金がかかるっていう表現もわざわざ書いてありましたからね。オリジナルセンテンス見たけど、元々の英文にはなかったよ、お金がかかるっていうの。そう、なんか足したのかな、なかった元々で。次は1から5の中、これですね、一番難しいのはやっぱりネイティブも、わからんって言ってた。1なのか2なのか3なのか。で、最初の Teams from Europe take part in the ocean race は、まあおそらく3でしょうね。書いてないよね、これはね。と、2番の Scientists will pay the sailors for their assistance。わからんよ、これも書いてないよね。お金払って。やってるかどうかわかんないし、ボランティアでやってるかもわかんないから、はい、まあ3なんじゃないのと思いますけどね。わかりませんよ、絶対お金もらってると思うけどね。
3番 The water samples are used to measure the amount of phytoplankton in the water ですね。これを別に測るためのものじゃないですよね。そのためにやってるわけじゃないから2だと思います。だから結果的にそのウォーターで分かったんだろうけどさ、それがオリジナルの目的じゃなかったよね。次が Sailing teams have expressed an interest in collecting water samples from the ocean。 これもわかんねえわ。興味はあるとは思うんだよ。だってさ、それによっていろんなことがわかる。でもエクスプレストなんて書いてないじゃん、どこにも。だから3なのかなって言ってた。だからネイティブスピーカーはわからんって。まあいい、書いてないっちゃ書いてないけど、でも普通考えたら興味あるでしょって言ってた。5番 Carbon has moved from the surface of the ocean to deeper below by eddy。 これもはっきりとは書かれてない、はっきりとは書かれてないけど、こう上から下に移動するよっていうことが書いてあって、その後にエディによっても、まあ渦ですけど、渦によっても移動がする、アップエンダウンの移動がするって書いてあって、だからエディも上から下に動かすって書いてあるから、まあ普通に考えて渦だからね、サーフィスからこう行くんだろうなってわかるので、まあ5は1なんだろうけど、いやかなり厳しい今年の問題は、うん。最後は本文の内容は1でしょうね。 Participants in a boat race help scientists collect data for their research はこれもそのままなんで、はい、難しい、うん、この題目1は相当難しいですね。はい、だからマーチを倒せるレベルぐらいのなかなかの難しさの問題だったと思いますね。はい、いや受けた皆さん本当お疲れ様でした。こうすげえ微妙な選択肢じゃん。そうだから早慶ってこういう戦いなんですよ。早慶ってこういう微妙な選択肢との常に攻め気合いなんですよね。はい、ぜひ、受けた方はですね、コメントで、ご感想をお聞かせください。はい、本当にあの1と2と3に関しては合ってるかわかりません。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。